今月のとどろきは、今年もやるぞ個人的重大ニュース、そして佐藤壮介がアレになる新企画。お前何レディーボーデンでけえを引っこきしてんだよ。お前昨日買ってもらったの、前の顔に買ってもらった、人のアイスを食った利息として。そう、置きアイス最近してて、置きアイス、そうのいちご味を買ったんだけど、はい、俺のだからなっつって食うなよっつって置いてったのにこいつあー、その代償でレディーボーデン、そう釣りやってなくない？3倍近くやんねん。お前今月のテーマ見ていきましょう。こちらです。2019年夏と秋の個人的重大ニュースということで、VTR 始めてまいりましょう。イエーイ。毎年恒例とどろきの一斉街録インタビュー企画。さあお元気やってる夏おかん、ネットテレビのどんな瞬間だってちょっとストーン、過去の放送いいね、面白いね。はい、けどしかない、歌いた関係だ。では聞いていただこう、2019夏と秋の個人的重大ニュース。まずは札幌市内の大学にいたこちらの学生さん。何されたんですか？俳優の山田裕貴さんのトークショーがあって、はいはい、そこで来てくださった方から質問みたいな感じで、うん、背が伸びないんですけどどうしたらいいですかっていう質問に対して、そういう体操があるからやった方がいいって、あ、なるほど、その動きをやってたのでそれを真似して撮ってました。そのトークショーで披露された背が伸びる体操とは、一斉の背が伸びるストーン。完成度はどうですか？今で、え、本当にこれだけ ?10% 中の、まあ、30% ぐらいかなと思って。今日はじゃあお姉さんがの付き添いで、付き添いできたんで、はい、じゃあ全然今日の俳優さんの情報知らず、はい、夏と秋に起きた個人的重大ニュースっていうのを聞いてるんですけど、やっぱさっきのトークショーに当たったことも嬉しかったし、結構いい席だったので、はいはいはい、間近でこう見れたっていうのが。こちらのお客さんは先生に裏切られました。先生に裏切られる、どういうこと？相談してて救ってくれるはずだったのに、大事な時に話しかけてもらえなくて、進路に関わることだったんですけど、うん、なんかそのまま終わっちゃいました。今年なんかこれやりきりたいなとかって目標的なのってあります？まあ、今日この子が幸せになったので、まあ、いつか幸せになりたいなって思います。この2人、小学校時代からの親友だそうで。親友だから知ってるなんかエピソードとかないですか？やっぱ進路のこととかもそんないろんな人には言えないので、親にも全然言えなくて、親にも言えないことを聞いてくれたりとか、普段の生活の中だった嫌なこととかも聞いてくれるし、逆に嫌なことだったら聞くしみたいな。最後にごめんなさい、ディレクターの希望でもう一度あの体操をやってもらった。ストーン。あのさ、めっちゃ真面目な話してやん。いや、今よかったじゃん、いい話だったじゃん。それで綺麗に終わらせるっていうの考えなかったの君ら。またやらせんのこれ。せーので、背が伸びる。ストーン。続いてはこちらの女性。重大ニュース、自分の出ましたね、ごめんなさい。めっちゃ彼氏と別れようとしてて、本当別れる寸前まで行ったけど、今めっちゃラブラブみたいな。超重大に。ストーン。全然自由がないと別れたって話。なんかもうずっとその彼氏が冷たくて、冷たいからなんかもう冷たくしてたら、私が引いたら押してきたみたいな、そんな感じです。あれはとか言って、あれは同級生です、高校の。これパンって鳴らすやつどうやって作るんだっけ？紙鉄砲。それで作んないでね。え、高級も作り方知る。パンで作ってる。箱なら作れるよね。ごめんなさい、お願いします。
ごめん。絶対超汚れんだけど、こいつ。マジやば。雑さ出てる。ごめん。あれ、お姉さん、箱が無事に。できましたね。ストップ。見事完成じゃねえよ。パン一枚つくのいくらかって思ってんね、バカ野郎ね。おい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 。こちらの女性は彼氏ができたじゃん。彼氏ができました。お彼氏のことは全然知らないですけど、うん、話は聞きます。聞いててどんな感じですか？どんな感じ？私が彼氏いないんでうるさいな。常にもうのろけてくるんで、今日も結構さっきものろけてましたよ。そうされるされるよ。どういう、例えばされてる言える範囲でどういうエピソードみたいなある？ないです。優しいとか？ないです。めっちゃかっこいいですよ。ストップ。ない。え、ない。のろけといて。めっちゃのろけといて。ないの。バカじゃねえ。かっこいいです。あ、そう、そのいいところは、わかんないです。ストどうぞお幸せに。お幸せな。続いては大阪から観光でやってきたというこちらのグループ。息子が中学ラグビーで日本一になったタイプ。息子がスーパーアスリート。そんなのいた。将来の日本代表に、ね、なってくれたんだね。その次ないやろ。言いにくかった。言いにくいやろ。アスリートやろ。もう前に思いつかへんね。やっちゃったこととでも全然いいんですけど。やっちゃったこと。ああ、息子の自転車借りてチェーン外したこと。やってもらった。何やってんだよお前。自転車チェーン外す、いや最悪だわ。いやラグビーとかどうでもいいわ。チェーン外す大変だよね。チェーンはね、外すとめんどくさいからね。立ちこぎで一発目に、チェーン外して怒られたことぐらいかな。やっちゃったこと。ちょっと力強すぎて、力一歩目が、久しぶりに乗ったから自転車、何か娘の子供が今度相撲、女子相撲でね、全国大会。まさかのサラブレッド親子。最後はこちらのカップル。今年の夏の重大ニュースといえば、プロポーズされたので結婚することになったことです。イエイ。プロポーズされて結婚。何のつながりなんですか？会社の上司で、最初に会った時に上司だって思ってなくて、なんか適当にこの人でいいや聞こうみたいな感じで、詳しいですかって言ったら、いやまあちょっとならみたいな言い方してたから、全然偉い人じゃないんだなと思ってたら、忘年会でめっちゃ偉い人ですって紹介されてて、あー偉い人なんだと思いました。はい、はい、旦那さんのいいところみたいな。いいところ、だいたい何でも持って重たいもの持ってくれるし、ご飯作りたくない時はご飯作ってくれるし、洗濯機は回せるけど干したくないなって時は干しといてくれるし、洗い物したくないから全部洗い物はやってもらってるし、なのに私専業主婦なんですよ。実質ニートだなっていう生活。ストーク。さん、俺が口出すようなことではないですけれども、ちょっと考えようか。家事を自称してるけど、ご飯もあれこれ入れて火にかけて、もうちょっと炒めて、じゃあ持ってきてって、うん、まるで自分が作ったかのようにしていいこと。完璧な旦那さんじゃないですか。完璧ですよ。奥さんのいいところ全部ですかね。おやった、よかったね。一生振り回されて生きていける。幸せだね。じゃあいつも手伝ってくれる旦那さんに何かメッセージを、じゃあ最後。はい、これからも手伝ってどうぞね。苦しゅうないぞ、いつも。以上、今年の夏と秋の重大ニュースでした。専業主婦ね。なんか旦那さんがさ、嫌がってない感じがいいね。うん、だ楽しんでる感じが、なんかなんだろう。うん。あんな感じの幸せ欲しいな。今月19日、とどろき MC 佐藤壮介の新しいラジオ番組がスタートした。佐藤壮介独立宣言。この番組は札幌市のお隣江別市に家を借りた壮介が
エベツキングとして勝手に北海道を紹介し制覇する番組である。今回とどろきがこの佐藤壮介独立宣言とコラボレーション、新番組を PR するためこんな企画が始動することに。ちなみに予想を立ててみよう。今日の鮭でも釣りに行く。待って、お前よ、どんだけ鮭トラウマなってんの。独立宣言したわけでしょ。独立宣言したね。何になるの。え、王だね。エベツキングだね。で、秋ですよ。秋、巷でもうそろそろ盛り上がるイベントあるじゃないですか。ハロウィンか。ご名答。さあ、箱を開けてみよう。おお、お、これ王冠だね。超ネクタイ。そしてこれなんだ。マントです。どう羽織るんだこれ。もうちょっとクオリティなんとかな。そんなエベツキングに今回行ってもらう企画は、フォロワー数&チャンネル登録者数増やさないと帰れまってん。まあ、こんな風に衣装を着た王様が町の人10人に声をかけ、 Twitter のフォロワーと YouTube のチャンネル登録者数を10ずつ増やしていただく。ハロウィンも近いからせっかくだしお菓子もプレゼント。あと文字いい。そうだね。鏡映す姿見たけどこれやばいぞ。やばいっすよ。あった、またクルーがいるけどいいけどよ。うん、これ意外も放置されたら終わりだぞ。どうすりゃいいんだよ。いきなり放り込んだけどさ。なんすかこれ。なんすかこれ。はい、ツイッターと YouTube の方をフォローしていただいて、12ぐらいフォローしないと、俺、お家帰れないっす。マジっすか、全然行くっす。あ、OK っす。お、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイス、頑張ってください。ありがとうございます。というわけで、4人行きました。一気に。これ、早く終わんじゃない。なあ、いけるかもな。いけんじゃない、これ。ちょっといいですか。ちょっと、手伝っていただけませんか。帰れないの面白そうっすね。帰れない方が面白い。そんな変なやつに帰ってほしくない。変な人にさせられたんですよ、こいつらに。俺はもうちょっと急いでるんで。食べちゃった、大丈夫です、大丈夫です、すいません。頑張る日本。帰った時帰ってなかったらやります。お願いします。しかしこの後、キングが奇跡の呼び込みを見せることとなる。すいません、ちょっとすいません。有名人です。フォロー、もしチャンネル登録を10人合計してもらわないと僕帰れないですよ。俺アカウント7つありますよ。アカウント7つあるよ。8つだったわ。ツイッターだけで制覇。ツイッターだけで制覇。よし、行こう。少なフォロワー、はい、本当にしなきゃダメなんですか。本当にしなきゃダメ。めんどくせえ。お前のツイッター俺一つしか知らないんだけど。うん。残りの7つで何してんの。教えない。言えない。めんどくせえなー。今 1,2,3,4,5 だから、5でフォローしてるから4,2,5,6,7 もう OK っすね。あー OK、 はい、もういい。やったじゃん。見事ツイッターはクリア。そしてまた新しいお客さんが、ラッパーをしているという4人組。そして即興でラップを披露してくれた。いやいや、俺はアースターキットではなく、するなら怪盗キット、お前にやってるぜマリオカート、するなら俺は1年ぶりのルローニケッシュみたいに、俺らはマダプしながら、俺たちのラーメン打ってながら、俺うますぎ、俺頭やばい、頭が同じしてる、頭のパンクが脳内感してる。今日お前が言ったアースターキット、俺ビート上操り人形、それはやってるぜムカネのモノマネ、今日俺の本当のことだけ言ってくれ、これ音はみ出す。おりまーす。本物じゃないですか。本物ですね、もう本物じゃないですか。いきます。よし、いったね。いいんじゃない。クリアです。終わった。やった。俺初めてじゃないこれ。ちゃんとうまくいったの。またやろうぜ。以上、佐藤壮介独立宣言 PR 企画でした。まず寒かった。今正直ちょっと寒気がしてる。どうも。
今回の番組 PR 企画のロケ終了後、 Twitter のフォロワーと YouTube のチャンネル登録者数が本当に増えてるかどうかスタッフが確認して、順位到達してませんでした。あ、そうなの確認したところ、うん、6人しか増えてなく、うん、おそらく現場でフォローしたふりをした人が何人もいたことが発覚しまして、やろう何やろう挑戦失敗でございます。お菓子配り続行でございます。ということで、フォロワーを増やすべく PR 企画は続行。次回作もお楽しみに。衣装ね、どうしたらいいなと思っていろいろ考えてたの、うん、いろんな王になってみたら、いろんな王、石油王とか、石油王、クフ王、クフ王、木に塗んの体クフ王、あとアレキサンダー王か、それは夏場にしようか